はい、朝日チャンネルです。マジでどうなってるんですかね。今月結構多いっすね。誕生日報告をわざわざしてくる人もいますし、どういうことですかね。前は嘘の誕生日を言ってくる人もいましたけどね。また慌てていつもの G ね、会いましたよね、ギヨシ君のためにね。しかも真冬でタンクトップ。ちょっとおかしい。うん、はい。ねえ、清志くん、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございました。中身。入ってるか。入ってるよ。確認しましょう。入ってないかもしれないし。うん、ちょっと。2枚今入ってる。あ、そういうこと。おー。おー、何色うわ、黒ー。あ、開けて。ちょ、お、赤？赤じゃない。袋だ。袋開けて。なんか、そうか。ですよね。数字が読めないといけないからね。そうですね。まぶちくんと同じデジタルにしときました。あ、デジタル？デジタル。おー、ノー。アラムつけられる。いいじゃん。これでも時間わかるな。でも知ってる、アド君にはまだあげてないっていう。まだ先っすよ。まだね、誕生日いつだっけ。俺6月っすよ。まだ先だ。6月3人いるっすよ。何？6月3人いますよ。嘘、6月3人も誕生日いる。3人え、あなたも。松浦さんじゃないですか。 あなたも松浦くんも言ってました。うわ、またか。で、5月はじゃあ救われるってことか。5月は救われる。いや、1人いたね。誰だっけ。え、駅かな。駅か、ハリ。あー、でもまあ少ない分やね。まあ、うん、ね、朝日川で来ればこういうオプションがあります。そうっすね。皆さんも待ってます。じゃあね、バイバイ。